おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は秋植え球根、夏随仙のプランター栽培についてお話したいと思います。ヒガンバナ科に属する夏随仙は、中国や日本本州全域に自生しています。草丈は40センチから50センチ、時には90センチぐらいにまで成長する大型タイプの水仙になります。中国雲南省原産のリコリススプーレンゲリと白のリコリスであるリコリスストラミネアの交雑種だと言われています。とても丈夫で日本の風土に合っている水仙だと思います。それでは実際にプランターに定植しながら今回は6つのコツについてお話したいと思います。まず1つ目のコツ、生育環境になります。暑さ寒さに強く、日当たりよく、風通しのいいところで育ててください。地植えでも鉢植えでも一度植えてしまえば手間いらず、とても丈夫に育ってくれます。鉢の場合、夏場は半日陰に移すようにしてください。2つ目のコツ、水やりです。地植えの場合、夏の日差しが強い時はたっぷり水を与えてください。鉢植えの場合、土の表面が乾いたら水やりをするようにしてください。3つ目のコツ、肥料です。定植時に緩効性肥料を用土に混ぜるだけで十分です。春の新芽が出る前に緩効性肥料を与えると花つきが良くなるようです。4つ目のコツ、用土です。水はけよく芝居の培養土で十分だと思います。5つ目のコツ、植え方です。株間は球根2つ分。球根の植える深さは頭頂部が少し隠れる程度の浅植えにしてください。深く植えすぎますと腐る場合がありますのでご注意ください。そして定植時期なんですけれども、6月から7月頃、30センチの穴に用土と肥料を入れて定植してください。春先に茎が伸びて葉がつきます。5月頃に一旦葉が枯れて、長さ40から50センチほどの花茎が伸びて、そこに花がつきます。8月頃にラッパ状のピンクの花が複数咲きます。6つ目のコツ、植え替え時期です。数年すると花数が減ってきますので、5年ぐらいごとに植え替える必要があります。葉が枯れた後、茎が伸びて花が咲くまでの6月から7月が適期になります。それでは夏随仙の球根を取り出していきたいと思います。はい、このように大きな球根になります。玉ねぎのようですけどもね。少し根が動いてるかな。まだ先は出てないですね。これが大きいのが5個か。大きいのが5個、小さいのがおまけでこちらついてきました。これも子供ですね。これも一緒に一つのプランターに植えていきたいと思います。このような感じですね。こちらを定植していきたいと思います。それでは今回用意するものについてお話ししたいと思います。まず今回用意しました鉢です。幅が40センチ、高さも40センチあります。大きな鉢になります。そして中にスリットと網が入っています。そして排水性をさらに良くするために鉢の底、縁に沿ってハンダコテで穴を開けています。こちらを使っていきます。そして培養土はいつも使っている芝居の培養土です。元肥入りになります。そして緩効性肥料としてマグアンプを土の中ほどに入れていきます。そして培養土を入れたのがこちらになります。こちらが今回植える夏随仙の球根。大きいのが 1,2,3,4 つ、小さいのがいくつかあります。そして大切なのが名札になります。これがあることによって何を植えたか分かるようになります。それでは定植していきたいと思います。はい、こちらを並べていきます。小さいのも今回一緒に植えてしまうことにします。植える深さは球根の2倍ぐらい、大きいのは10センチ弱ぐらいになると思います。小さいのはそうですね、やっぱりこれの倍ぐらい植えていきたいと思います。では仮置きしていきます。大きいのは真ん中に植えることとします。
一番大きいのを真ん中に見ましょうか。そしてこんな感じかな。小さいのは縁に沿って植えていきます。その方が後で出た時に分かりますのでね。比較的高さが50センチから60センチの高さまで花茎が伸びると思いますので、深めにしっかりと植えていきます。はい、このような感じで仮置きになります。それでは培養土をかけていきます。はい、少しこんもりしてますけれども、お水をかけると土が落ち着きますので、ウォータースペース5センチくらい取れると思います。それでは完成していきたいと思います。はい、1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらあげるようにしてください。以上で夏瑞泉の鉢への定植が完成いたしました。今回も6つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、生育環境です。暑さ寒さに強く、日当たりと風通しのいいところに植えてください。地植えでは放任栽培ができるほど丈夫な夏瑞泉です。鉢の場合は夏場は半日陰に移した方がいいようです。2つ目のコツ、水やりです。地植えの場合、夏の日差しが強い時はたっぷりと水をあげてください。鉢植えの場合は土の表面が乾いたら水をやるようにしてください。3つ目のコツ、肥料になります。定植時に緩効性肥料を用土に混ぜるだけで十分だと思います。春の新芽が出る前に緩効性肥料をやると花つきが良くなるようです。4つ目のコツ、用土になります。水はけよく肥沃な土壌を好みます。5つ目のコツ、植え付け方です。間隔は球根2つ分、そして球根の頂部が隠れる程度の深さで定植してください。今回鉢栽培ですので、倒れることを考慮しまして少し深めに植えてあります。6つ目のコツ、植え替え適期になります。地植えの場合、数年すると花数が減ってきますので、5年ぐらいごとに植え替えが必要です。葉が枯れた後、茎が伸びて花が咲くまでの6月から7月が適期になります。鉢植えの場合は分球が進み窮屈になってきましたら植え替えるようにしてください。日本に自生していますので、丈夫で非常に育てやすい水仙だと思います。この動画をご覧の皆さん、夏瑞泉の球根が手に入るようでしたら、ぜひ夏瑞泉のプランター栽培に挑戦してみたらいかがでしょうか。今日は夏瑞泉プランター栽培についてお話しいたしました。チャンネル登録、そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。